突然だけど、荷物検査やるぞ。私もやりたくはないんだけどな。一部の生徒がゲームやら雑誌やら大量の菓子やら、まあいろいろ問題になってるんだわ。ってわけで順番に回っていくから、カバンを机に置いて待ってるように。サクサクやってくぞ。抜き打ちの荷物検査か。つっても別にヤバいもんなんか持ってきてねえよな。うおー、この DVD はこっちに隠して、写真集の机の裏にでも貼って。隠すほどお菓子を持ってきちゃダメだよ。持ってきてるやつばっかか。ちょっとちょっと、ラク、これってまずいんじゃないの？あ、なんだちとげ、お前もなんか変なもん持ってきてるのか？私じゃないわよ、つぐみ。つぐみ？あ、さて、次はつぐみだな。あいつ、俺とか周にしょっちゅう危ねえもん向けてくるし、今日も絶対持ってきてるよな。あの子がその手の装備を持ってないはずがないでしょ。多分すごい数が見つかるはずよ。クラスのみんなはおもちゃだと思ってるみたいだけど、もし本物だって分かったら、下手すれば退学よね。いや、そんな悠長な話じゃ済まねえだろ。退学どころか、そのまま警察に直行って可能性も。うわっ、つぐみ、これはなんだ。それはやべえ、バレたか。ああ、お前が霧崎とどういう関係かはある程度把握してるつもりだけどな。それでもこういうブロマイドは学業には関係ないからな。今後持ってくるなよ。そんな、せめて学生手帳に挟むくらいはいいでしょう。あれ、特におかしなところはないようだぞ。そうみたいね。私の写真を持ち歩いてること以外は。お嬢、一条楽、先ほどからジロジロと私の方を見て何ですか？つぐみ、立ち歩いていいのか？荷物検査が終わったものは自習だそうだ。それよりお嬢と貴様の視線がずっと気になっていたんだが。だってつぐみのことだから、カバンの中にすごいものが入ってると思ったんだもん。そうそう、てっきり銃とか手榴弾とかゴロゴロ出てくるもんだと思ってたんだけどな。ふん、二人とも甘いですね。その手の対策は万全ですよ。カバンには二重底やダミーポケットがついてますし、素人には決して見つけられません。改造済みかよ。もちろんこの制服にも山ほど仕込んであるさ。お嬢に群がる不埒な輩をいつでも仕留められるようにな。やっぱとんでもねえやつだなお前。貴様なんぞに感心されてもこれっぽっちも嬉しくはないがな。いや、そこ照れるところじゃねえから。さてと、ちょっと動物たちの様子でも見ていくか。ここんところ騒がしくて、相手にしてやる時間も減っちまったしな。ま、俺はあんまり相手にはされてねえけど、はは。自分で言ってて悲しくなったぜ。よしよし。お前のモコモコっぷりはなかなかのものだな。ん？よしよし、いい子だにゃ。お前はモコモコしてるにゃ。にゃーだと？あのつぐみが？肉球もプニプニだにゃ。
気持ちいいかにゃ。どうしたものか。いや、なんか面白いし、しばらくこのまま見てるか。そうかそうか、気持ちいいか。お前は本当に可愛いな。可愛すぎてため息が出るくらいだ。だが、もうこれ以上はいかんな。情が移る前に行かねば。いや、そうすり寄ってくれるな。別れるのが辛いではないか。そんなつぶらな瞳で見つめないでくれ。ダメなんだ、私は任務で家を空けることが多いし、生き物を飼う資格など。これ以上はかわいそうだな。つぐみ。うわ、一条楽、なぜ貴様がここに。そりゃまあ飼育係だからな。ちょっと動物の世話でもしようかと思って寄ってみたんだけど。お前、こいつらと遊んでくれてたのか。ああそうだ、何か文句でもあるのか。あるなら言ってみろ。なんでキレてんの。うるさい、私が動物たちと遊んで悪いのか。悪くねえよ、むしろ助かるわ。え、助かる。見てろ。よし、遊んでやるぞ、サイクロプスゲンガー朱雀。な、いや、なと言われても。俺が相手だと全く言うことを聞いてくんねえんだよ、ここにいる奴ら全員な。だからこいつらのストレス発散のためにも、たまに遊んでくれるのはすげえ助かるぜ。そうか、なら時々は来てやってもいいが。ああ、そうしてやってくれ、こいつらもきっと喜ぶからよ。だが今見たことは誰にも言うなよ。ビーハイブの戦闘員が子猫と戯れていたなんて、他の者たちに示しがつかないからな。誰もそんなことを気にしねえとは思うけどな。私は気にするんだ。いいから貴様は私の言う通りにしろ。へいへい、誰にも言いませんよ。よし、じゃあもう少し遊んでいくか。一条楽、貴様も来い。他の動物たちについても情報を教えてくれ。おう、助かるわ。小野寺からメール？一条くんへ。突然メールしてごめんなさい。なんだか最近学校でちゃんとお話できてないよね。もしよかったらまたみんなでお弁当食べませんか？小野寺小崎。そういや最近小野寺と話せてないよな。おはよう。ああ、おはよう。ちょっと聞いてよ、今日悪夢見ちゃってさ。どんな夢だったんだ。坂道を走ってたら無数のバナナが転がり落ちてきたの。逃げた先が行き止まりでバナナに埋もれちゃって窒息するかと思ったわよ。まったく。そうか、そりゃ大変だったな。おー、屋上はやっぱ気持ちいいな。たまには一人弁当も悪くねえと思ってきたけど、ここに来て正解だな。何を一人でにやついているんだ貴様は。
つぐみ、なんでお前がここにいるんだ。お嬢や小野寺様は水泳部の皆さんと一緒に食べるそうでな。今日は別行動だ。なんだそれ、一緒に食えばいいじゃねえか。せっかくお嬢がお友達と楽しそうにしているのだ、邪魔はしたくない。それにこんなにいい天気だ、外で昼食を食べるのも悪くないと思ってな。ふん、お前も同じようなこと考えたんだな。それじゃあさっさと食おうぜ。うん、そうだな。って待て待て、なぜそんなに近くに座る。二人きりだぞ。そういうのはやっぱりまずいというか、なんというか。何を言ってるのかよくわかんねえけど、とりあえずこれでも食って落ち着けよ。ほら、うん、や、何よ。お前今のは一体なんだ。俺特製の和風オムレツだ。今日はかなりの自信作だぜ。うん、初めて貴様の料理を食べたが、なかなかやるじゃないか。そっちにあるのは何だ。おお、これは油淋鶏だな。唐揚げと比べてカロリーも低いし、サクサクしてうまいぞ。遠慮しねえで他のも食ってみてくれよ。一条楽のくせに随分と手の込んだこと。しかし美味しいな。それにこの白米も妙にふっくらとしていて柔らかいぞ。何をしたんだ。炊きたてのご飯を一旦冷ましてから詰めるんだ。そのあたりは長い弁当生活の中で覚えた知恵ってやつだな。箸が止まらない。一条楽の料理なのにこんなやつの手料理なんかに屈するなんて。これで勝ったと思うなよ一条楽。バクバク食っといて何言ってんだか。ところでつぐみも弁当だよな。もしかしてお前が作ったのか。まあ一応な。へえ、ちょっと食べさせてくれよ。おかずの分け合いっこってことでさ。分け合いっこ。ダメだ、それだけは絶対にダメ。なんでだよ、ちょっとくらいいいじゃんか。今日はその朝から忙しくて手抜きというか、この弁当を見せられた後には出しづらいというか。そんなこと気にすんなよ。料理できる仲間もあんまりいねえしさ、ここはぜひ意見交換を。誰が仲間だ。勘違いするなよ一条楽。私と貴様は敵同士だ。そもそも貴様とおかずの分け合いっこなんて仲良さそうなことできるか。ちょっと待て、俺の弁当まで持ってくな。おいつぐみ、つぐみさん戻ってこい。え、もしかして俺昼抜きなの。マジでか。次は体育か。着替えて準備しねえと。だれだ。お、だれだ。誰って、そりゃもちろん。その声はつぐみだろ。正解だ。お前がこんなことやるとはな。私だってこんなことしたくはなかったんだ。罰ゲームでお嬢の友達に言われて仕方なくだな。ああなるほど、だよな。ああびっくりした。